はい、質問コーナーです。ワインに詳しくなりたいです。何から始めればよいでしょうか、ね、ワインに、難しいですよね。ちょっとまずね、皆さんワインのテイスティングの仕方をまず、まあ白ワインでも赤ワインでもゆっくり積みます。そして空気を入れて、で、あの皆さんね、よくこうやってこう振りますよね。あの振ればいいと思うんじゃない、基本的にはあんまり振らないでください。特に古いワインは振ると、空気が入って酸化してすぐダメになってしまいます。でほとんど揺らさない、ね、こうやって振るっていうのは基本的には良くないです。特に古いワインは、空気がたくさんあるとすぐ酸化しますからダメになっちゃいますから、ゆっくり振って、まず何かこういうね白いものにこう当てて、光を当てて、その上の端の色を見ます。こうするね、色が、そうするとまあ濁ってないか、透き通ってるか、濁ってるとよくありません。透き通ってると、あ、状態がいいなと。ではまず見て、それから匂いを嗅ぎます。で匂いを嗅いで、いい感じだと。でこの匂いを嗅ぐ時に、ちょっとなんか嫌な感じな、理由はないです。いい感じ、悪い感じだけです。いい感じだ。そしてしぼとに入れて空気を触れて、このバランスを見ます。ですからワインというのは、例えば1000円のワイン、それと、100万のロマネコンティってあります。100万のロマネコンティでも、この状態が良くないのはこの1000円のワインに勝てません。ですから1000円のワインでも、その状態、バランスっていうんですけどね、このバランスがいいのが最高のワインです、ね、ですからそこは皆さんブランド品に迷わさせられないでください。でバランスがいいのはどういうことかって、まず我々ブッションっていうね、コルクがありますよね。それのブッション、ブショネっていうんですけど、そのコルクの香りがついてないか、コルクの香りがついてるのはもうダメです、もうバツ。そしてあとは匂い、こう熟成したというか、豊満なね、まあ、若いワインはそのフレッシュな匂いがしますから、いい心地のいい匂い。そして飲んだ時に、あとは酸化って言いましてね、酸化するのはもう罰です。酸っぱいのは罰ですね。でその状態、そしてワインは必ず渋みがあります、タニンっていう。このタニンというのはとっても大事で、そのタニンがあるということは、あ、このワインはまだ生きていると。で、まあ若ければ若いほど渋みが強いです。熟成してきますから、年取れば取るほど、それが角が取れている。でもその年が取ってもやっぱりそのタニンが残っているというのが一つ、あ、これはまだ生きている、元気だという、目安にしてください。それとやっぱりまああれですね、ワインはやっぱりなんだかんだ言ってもですね、もう数を飲むしかないです。もう数を飲んで、でああこれ今日僕も今でも、ああこれ失敗したな、失敗しても飲みますけどで数を飲んで、自分の本当自分の個人の、ああ僕はこれがいいやタイプ、それがブルゴーニュっぽいのでもいいし、ボルドーっぽいのもいいですし、自分の好み関係ないです。そんな高い安いとか、まあ、自分はこれは僕は好きだというものを見つけてください。で僕はですよ、三國シェフはどうやってワインを覚えたか、これはですね、フランス、もう僕はフランス行くまではワイン飲んだことがなかったんですから、フランス行くとですね、ミシュランの三つ星だと必ず 4,5 本は洗い場にね、この瓶がですよ、この瓶がね、洗い場にボーンと戻ってくるんですよ、ドーンと。で 5,6 本必ずある、洗い場ですよ皆さん。でそれをまあ、捨てるか、あとはビネガーにするんですけどね。であとトボトボトボって食べに行って、ワインビネガーにとかするんです、すごい高級ワインでも。でそれはさっき言ったブショネ、コルクの香り、あと酸化してる。でそれはもうお客様もすぐ買えますので、で、毎晩ですね、
僕はソムリエに言って、そのブソレのやつ持って帰っていいかと。どうすんの。いや飲むんです。まあ、持ってけそんなの。そうやって毎晩ブソの効いたね、ブソレを飲んでました。でまあね、そんな高級ワインしか全然飲めるんですけど、まあ、それで僕はブソレっていうものを分かっていた。ほら今でも僕半端ないですよ、すぐ分かります、ブソレってね。ブソレばっかりですから、皆さんもね、あと酸化してるっていうね、酸味、それはもう、大失敗ですから。ですから我々料理を作るときにやたらと、ビネガーとか入れますけど、それはその隠し味にして、あまりそのビネガーを強くするとワインを飲んだときに酸っぱく感じるんで、それはもうダメなんです。ですから、非常にそのデリケートにお酢っていうのを使うんですけど、でそうやって酸化、これが酸化してるのか、酸化ってこういうのだとか、アプションって。ですから皆様もね、ぜひまあ日本ではね、なかなかよく僕ソムリエと喧嘩するんですけどね、これお前ブソレだろっつって、いや三國さん、いやこれはこういうか、こういう香りのワインですよ、嘘つき、これブソだって、よく喧嘩して、もう頭にくるから、もういいか、金払うから違うワイン持ってこいってやるんですけど、まあ覚え方としてね、特集ですけど、やはりブソレっていうのはどういうもので、酸化っていうのはどういうもので、で状態がいいというものはどういうもの、そういうちょっとね、お勉強をなさると、ただ美味しいワインだけ、でちょっと酸味があっても、こういうワインだなとかね、ちょっとブソレでも、でそういうことじゃなくて、やっぱりそういうお勉強するときに、テイスティングするときに、まあでもただね、ブソレのテイスティングとか、酸化したワインのテイスティングとか、そういうのはないですからね。でも僕は体験者としてそういうものをきちっと理解した上で、ああこれは状態がいいねと。でもう一つね、よく僕やるんですけど、こうやってこうぐるーっとこう回すとね、こう回すとね、ここにポロッと引っかかってポトポトポトって落ちるんですね。それを見て熟成が、これブドウの涙って言い方フランスでするんですけど、涙が若いと引っかかるんでスーッと落ちちゃいます。で熟成してるとゆっくりじゃーっと、でゆっくりこれブドウの涙が落ちたら、これ結構熟成してるな、で、すぐパッと押したら、これちょっと若いなと、こうやってですね、僕なんかはこう回して、熟成度を見て、これはちょっと何もに引っかから、これ若いなと。で、あともう一つ、こうやってテイスティングするときだけです、音を出すのは。絶対にレストランとか、そういう、食事とかね、そういう時には絶対これマナー違反です。テイスティングの時はでこう香りをね、口の中にこう空気を入れてバランスを見るんですけど、レストランではそういうこと絶対、それはマナー違反でございますので、テイスティングの時だけ音を出すというふうに。そしてこうやって振ればいいというものではないので、優しく回してあげて、特に古いワインはもうすぐ酸化しちゃいますので、そこはお気をつけて、やっぱり僕なんかはですね、ワインを選んで料理にするか、料理を選んでワインにするか、それいつも自分のテーマとして、今日はワインを飲みたいから、じゃあワインに合わせたチーズとかね、今日は料理が素晴らしいから料理に合わせたワインとかっていうふうに、それも自由ですよね。で一番大切なのはね、どんなその1本1万円のワイン、1本100万円のロマネコンテよりも自分に合う、自分がこれがいいやっていうものを見つけてください。それが100万円の6万円コンティよりもはるかに価値があって、自分のワインを楽しめる秘訣でございます。グーです。